クチュール川村さん、ご紹介ありがとうございます。ウィキチの望月です。当店は2022年4月にオープンした埼玉県初のクラウドキッチンです。全部9つキッチンがあります。クラウドキッチンとは主にデリバリーとテイクアウト用の料理を作るために設計された施設のことです。一つの場所に複数のレンタルスペースの厨房をそれぞれの店舗オーナー料理人が利用し、デリバリーとテイクアウトを販売を行います。初期費用が通常飲食店の約10分の1に低く抑えられるため、さまざまな種類の個人店が出店しやすいビジネスモデルになっています。また実際にお寄せいただいたお客様のご要望に応えるため、2022年10月末から食事ができるようにイートインスペースを設けました。現在4店舗あります。それではそれぞれのお店について簡単に紹介したいと思います。1店目はトントンジャー厨房です。おすすめ商品は骨抜きもみじ、ハルビンの角煮と卵入り焼きクレープです。骨抜きもみじはたっぷりコラーゲンが含まれており、女性にとって嬉しい一品です。ぜひ一度お試しください。2点目はハージー炸串铺、ハージー串カツ屋です。新用昔風マーラータンは28種類の薬材で煮込んだ特製スープ、春雨、キクラゲ、チンゲンサイ、カニボコ、えのきたけなどの具材を入れ、最後クミンを振りかけ仕上がりです。鶏ガラのスパイシー唐揚げ、片栗粉などをまぶして揚げて、さらに独特な香辛料を振りかけ出来上がります。串カツ類はえのきたけの干し豆腐巻き揚げ串、パクチーの干し豆腐巻き揚げ串、キャベツの揚げ串など独特な香辛料を振りかけ、日本伝統な串カツと違った食感と美味しさを味わえます。3点目は手作りおやつです。おすすめ商品は中国北部の定番朝食の揚げパン、トーファーです。また刀削麺とラム肉入り煮込みスープもあります。4軒目は高山の食堂です。中国桂林の特色料理がメインです。おすすめ商品は牛すじと大根の土鍋、桂林ビーフン、ダニシメンです。どれも桂林本場の味を楽しめます。ウーバー出前館メニューで4店舗の名前を検索すれば注文可能です。また皆様のご来店をお待ちしております。次にご紹介するのはカフェも行っているお茶の萩原さんです。よろしくお願いします。